衆議院議員竹本直勝と申します。この新橋で、ご挨拶するのは私は初めてなんでございますが、いつも買い物に来るところでありますので、我が家の庭でやっているような感じがいたします。さて、今日はですね、我々自民党が今予算委員会開催中でありますけれども、民主党とは大きく考え方が違います。それを、数人の担当大臣で皆さん方にご説明をし、そしてご理解をいただきたい、このように思っております。今実は私はですね、内閣府で経済財政と金融を担当いたしております。で、今の日本の経済を見ておりますと、世界経済の中で日本経済だけが沈んでいるんですね。アメリカは、QE2 といいます70兆円の大金融緩和を昨年秋にやりまして、大幅に株価も上がってまいります。ヨーロッパもギリシャ、アイスランド等の例外はありますけれども、基本的に2年前のリーマンショックから大きく立ち上がっております。ドイツなんか公共そのものであります。また中国は約50兆円近くの財政投資をしまして、国内の公共事業をどんどん進めました。おかげで毎年 10% の成長を遂げておるわけであります。東南アジアはどうでしょう。これはアメリカ、ヨーロッパ、中国および日本からの投資を受けてですね、どん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 景気が良くなっております。中にはインド、オーストラリアがありますし、またブラジルもですね、オリンピックを控えて非常に景気がいい。このように世界的に見ますと、なぜ日本だけがこんなに景気悪いのか。2年前を振り返りますと、ちょうど我々は麻生政権の真っ最中でありました。その時に5月でありますけれども、日本の内需が進行しない、これは問題だということで、約15兆円の大型の補正予算を組みまして、国内にその予算の執行を実施して内需を喚起しようとしたわけでありますが、その年の8月に選挙がありまして、我々自民党は民主党に大きく敗れてしまいます。そして政権については民主党は何をやったかというと、我々自民党が作ったこの15兆円の大型予算を半分にちぎりまして、ほとんどを執行停止をいたしました。地方に至るまで公共事業を含むいろいろな事業をどんどんやっていただいて、みんなが仕事にありつく状態を作ろうと我々はしたわけでありますけれども、民主党の方は自民党のやったことは信用が置けないということでバッサリ切ってしまったんです。そのために内需は進行しない、そして相変わらずの株高じゃなくて株安を受けまして、全然景気が良くならない。ところが冒頭申し上げましたね、諸外国はいろいろあって、米国は金融緩和、中国は財政投資、こういう2つの極端な手法の違いはありますけれども、みんな景気が良くなっている。したがって今の民主党になってからですね、景気が良くなるということはほとんどない。それは1年の2にも我々がやった国内の財政支出、これを止めたからであります。今民間には仕事がありません。大企業は海外出て行っておりますから、それなりの公共を楽しんでいると思います。しかし中小企業は仕事がない。この仕事がない中小企業をどうするかという、これは政治の大きい課題であります。私は子ども手当も大事であります。大事でありますが、それよりもお父さんお母さんに働ける職場を与えてあげなきゃいけない。それは政府の仕事であり、政治の仕事であります。今、大学を出てもですね、10人のうち4人が仕事がない。で、あった仕事も、非正規社員が非常に多いというのが現状であります。これほどですね、若者に希望を持たせない現状はないと私は思っております。この失業が多い、就職先がないということに対して、菅さん何言いましたか ね、人を1人雇ったら100万円の補助金を出す、あるいは20万円の税の控除をする、いくらですね、100万円ずつ1人当たりもらっても、その人を雇って物を作っても、作ったものが売れないんじゃないですか。そんな売れないようなものを作るのにですね、わざわざたとえ100万円もらっても何の効果もない。中小企業はそういった人を雇おうとしないでしょう。そうすると誰が雇うか、人が雇える能力のある景気のいい大企業だけであります。このようにですね、やってることがとんちんかんでありまして、
そういうことをしないで、むしろ仕事のない中小企業に対して政府が仕事を作って出してあげればいいんです。内需は進行しないと言いますけれども、民間に仕事がないときは政府が仕事を作る、そして出す。昔1929年アメリカは大不況のとき、失業率が3割4割になったときには TVA というあの大きいフーバーダムを作ったじゃないですか。そして雇用を確実現いたします。そういうことによって人々が仕事をし、汗を流して稼ぐという楽しみを教えてくれたわけであります。今の日本、皆公共事業というと馬鹿にいたしますけれども、やはり仕事がないとダメであります。菅さんは何言うか、介護の仕事をしなさい、これからは医療介護で特に介護をやりなさいと言いますけれども、皆さん方全員が介護の仕事に打ち込むわけにいかないじゃないですか。大学で建築の仕事を勉強した人はやはり建築の仕事をやりたい。ところが今中小の建設業者はどんどん潰れるばっかりであります。地方へ参りますと、皆さん方ふるさと地方の方もおられておりますけれども、ほとんどの中堅以下の建設業は仕事がなくて倒産、あるいは倒産と同然の状態であります。もう一度こういった人たちに職を与えてあげなきゃいけない。民主党はですね、コンプリートから一人ということを言いますけれども、それも大事かもしれない。しかしまず仕事あってのこの世の中ですよ。だそれをやるべきだと我々言っているのに、彼らはそれをやろうとしない。私は今の民主党政権、いろいろ不満はありますけれども、彼らもいかなことをやるつもりはなかったんでしょう。しかしあまりにも勉強しないままに実現のできないことをいっぱい言いました。交通道路を無料化する、ああただで乗れればありがたいなと我々は思いましたけれども、政権についたらやっぱりできません。有料のままにいたします。こういうことであります。一番ひどいのは消費税であります。選挙の時は消費税は4年間上げませんと言って、菅さんは選挙に勝ちました。小沢さんは選挙に勝ちました。そして政権については何ですか。早速に消費税を上げるといいじゃないですか。消費税を上げることは我々も必要だと思っておりますけれども、選挙の時に上げないと言っておって、選挙で勝ったら上げますというのは全く国民に対する裏切りであります。挙句の果てはですね、最近国会で何て言いましたか。いろいろマニフェストをやったけれども、挙げて選挙に勝ってきたけれども、今年の9月にその見直しをやるというんですね。皆さん方との約束を変えるというんです。約束を変えるんなら、もう一度国民の皆さんにどうするかということを問い合わせなきゃいけない。それが我々が言っている衆議院の総選挙であります。もう一度選挙でどちらが正しいか、どちらが国民の意思に合ってるかということをきっちり見直さなきゃならない。このように私は思うんですが、菅さんは政権にしがみついております。たとえ一人になっても政権を離さない断言をしているわけでありますけれども、政治というのはそもそも国民のためにある、菅さんの一人のためにあるわけではありません。したがってもっとまともな政治をやってもらうようにいたしたい。じゃあ自民党どうするかということでありますが、私が申し上げましているように、仕事を与えるのは自民党の政治であります。ですから今回の予算で約3兆円余りの彼らの無駄遣いを止めるために、3兆円ぐらい総額の出費を減らしまして、そして国内に仕事を出すということを大きく盛り込んで修正要求を出しているのは我々自民党であります。皆さん働いて汗を流して、そしてお金を稼ぎましょう。そのお金で子供を養いましょう。それが日本の我々の政治の基本であります。日本は資源もない小さい国であります。それが20何倍も国土の大きいアメリカとですね、対等の経済戦争ができる、経済競争ができるようになったのは、一人も二人もみんなが働いたからであります。働ける場所なくして何のが日本の成長がありますか。ですからまずやるべきは仕事を出すことだというのが我々の主張でございます。どうぞ、私は経済財政担当の衆議院議員の竹本直和でございますが、我々サビキャビネットのですね、大臣のこれから主張いたします意見をですね、ぜひ聞いていただいてご賛同いただけたらありがたい、このように思います。衆議院議員竹本直和、キャドキャビネットの金融財政担当の大臣になります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。